阪神競馬第5競走メイクデビュー阪神2歳新馬戦芝の 1600m11 頭で争われます向正面からのスタートです11頭もちろん全馬強がデビュー戦ですまずは奇数番号の各馬誘導を受けます曇り空の阪神競馬場芝田とオの発表5番のレディントン少し躊躇しますが促されて今ゲートの中 10番大名胃腸が今収まりました内では2番のダイヤフレンドが向かいます8番グレッソネイ6番ブルーボンクイーン順調にけ馬は才を収めて今4番のイーグルノワールが入りました最後11番スノーライトニング1番外11番ゲート誘導を受けてこちらもスムーズこれで11頭全バゲートの中スタートしました ちょっとバラッとしたスタートです1番のベレンガリアが最高峰をバグンから少し離されていきますさあコースタートは4番イーグルノワールそ外から10番ダ名メイがそれを捉えて先頭に立ちました内から3番のコートリーバウが2番手に並んでいってそれからさらに外からは11番のスノーライトニングも上がっていって その前の第3コーナーへと向かいます間に8番グレッソネイその後ろに6番のブルボンクイーンそれから1馬身差内から5番のレディントンそには9番のベルベストランナー少し離れて7番のフイの交わりの追走それから4馬身5馬身後方1番ベレンガリア2馬身3番のダイヤフレンドこういった体型で各馬34コーナーの中間へと入っていきます。 花に立ったのは10番の大名胃蝶、残り800を通過、リードは1馬身ぐらい、8番グレッソネイが2番手、3番手に11番、スノーライトニング、じわっと2番手に接近、さらにうちには3番のコートリー・バウ、その後ろに4番、イーグル・ノワール、残り600を通過、その外に並んでいく6番のブルボン・クイーン、その2頭の後ろには5番のレディントンがバグンのストへと出して4コーナーをカーブ直線に入っています、さあ先頭は10番、大名胃蝶、グレッソネイが外から差を詰める、内から3番、コートリー・バウ。 さらに3頭の外からは4番イーグルノワールバーグンの外からは5番のレディントンがぐんぐん差を詰めて前に迫ってきたさあ坂を駆け上がって先頭は5番のレディントン内から10番の代名イ,イチョウが2番手粘っているそしてその後三3番で争い4番のイーグルノワールとうちは3番のコートリーバウ抜けた5番のレディントン2番手代名イ,イチョウ5番レディントンゴールイン2番手10番代名イ,イチョウ3番手は最後3番コートリーバウが上がりました 阪神第5競争メイクデビュー阪神2歳新馬戦制したのは5番のレディントンです見事新馬勝ち里のアラジン3区2番手10番大名一装3番手3番コートリーバウ勝ち時計1分35秒1上がり4ハロン47秒43ハロン35秒3でした 阪神競馬第5競走メイクデビュー阪神に最新馬戦芝の 1600m で争われました正面の掲示板1着5番レディントン勝ち時計が1分35秒1レディントン安城松和学習今日2つ目の勝ち倉です 2着10番「大名衣装」3着3番「コートリー・バウ」4着4番「イーグル・ノワール」5着6番「ブルボン・クイーン」です確定までお待ちください